沙織です。けいこです。せーの、ドンクチャンネル、イエーイ。初登場です。はい、けいこです。初登場です。よろしくお願いします。お願いします。お気持ちどうですか？いや、めっちゃ緊張してます。大丈夫です。緊張してますが、楽しみます。はい、そうです。はい、ゆるくゆるのがドンクチャンネルなので、ありがたいです。ゆるくやりましょう。はい、お願いします。そんなけいこさんと今日は恋フルスパークリング、そして恋フルの赤ワインを楽しみながらお好み焼きです。じゃあ、やったー。お好み焼きを作ってもらいました。作ってもらいました。スタッフに作ってもらいました。めちゃくちゃ美味しそうですよね。大好きです。大好きですか？私も大好きなんですよ、ね、お好み焼き。今日みさおりちゃんのリクエスト。そうなんです。リクエストだもん ね、なんか恋フルスパークリング、すごくおしゃれなんですけど、うんうん、まあ、それとも、まあ、お好み焼き合うでしょうっていうことで、はい、今回はお好み焼きをいただきながらお送りしたいと思います。でもちょっとこれ大きいので、はい、一度切っていただこうかなと思います。はい、お願いします。この恋フルスパークリングってきっとまだ飲んだこと、うん、ないです。ないですよね。初めて、うん、あの札幌ビールさんから出ているんですけど、うん、あのコープ札幌でしか買えないスパークリングワインなんです、あ、じゃあ限定の、そうなんです。コープさんでしか買えないんだね。これがもともとあったものなんですけど、こちらも新登場して、うん、で、あの魅力といえば、私も実際札幌ビールの広報さんにいろいろ教えてもらったんですけど、うん、のアルコール度数が、あのあスパークリングの割には少し低めに設定されていて、うん、ありがたいです。結構そう、お酒はあまり、そう、ちょっと弱い、好きなんですけど、はい、弱いので、でも楽しみたいから、うんうんうん、ありがたい。いいですよね。いいですね。あの今、うん、意外とアルコール度数控えめなお酒流行ってますよね。ビアル？あ、そう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 。そう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 、ね、それすごい気になってて、ね、それだったら私も飲める、いけるかなって思いますよね。うんうん、多分こう毎日家にいる時間も長くなって、うんうんうん、なんとなくこう今までは仕事の疲れをもう強いアルコールでカッと休んでたのが、なんかこうほろ酔い気分で、うん、まあ、毎日飲んでもいけちゃうみたいな、罪悪、うんうん、感ない。そうです、でしかももちろん味も美味しいんですよ。あ、そうなんだ。はい、甘めなのでフルーツ入れても合いますし、そうかそうか、酸味を出してもね。そうそうそうです。私は、うん、あのアイス、丸いアイスを入れて飲めました、うんうん、そのアイスはそのフルーツの、あ、そうです、味のグレープフルーツ、めっちゃ美味しそう。入れて、まあ、後半の氷代わりみたいな感じでスパークリングしたんですけど、うん、それがね、うん、美味しいです。あ、そうなんだ。スイーツみたいになって、うん、じゃあ本当に結構甘みがプラスされるんで、ね、うんうん、はい、なのですごく飲みやすいお酒、うん、それこそけいこさんみたいに、はい、あまりちょっと得意じゃないなみたいな方でも、はい、うん、おすすめできます。ありがとうございます、はい、楽しみで、こんなで、はい、お好み焼きが届きましたので、はい、いただきます。食べますか？まずね、開けなきゃいけないので、はい、はい、キン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 開けます。はい、これ開けれる？開けれるようになってるんですよ。わー、すごい。それがまた優しいですよね。これがね、またコルクとかだとちょっとドキドキしちゃうっていう、ちょっとね、難易度高くなるよね。そうなんですよ、お父さんとかね、旦那様とかがいないと、そうそうそう、私は手を湿っちゃって。どうしよう、いいですか？はい、あ、すいません、はい、ありがとうございます。失礼させていただきます。いや、幸せです、沙織ちゃん。いやいやなかなか外でお酒を飲む機会もね、うん、ないのに、お酌する機会も。ありがとうございます。このシュワシュワって、うん、すごいシュワシュワ、美味しそう。美味しいですよ。はい、じゃあ乾杯。乾杯。せーの、乾杯。いただきます。うん、美味しい。あ、
味しい、飲みやすいですよね、うん、甘みもね、はい、結構ありますね。そうなんですよ、うん、甘いんですけど、こうなんかくどくない甘さで、くどくない、なんか後味そんなにこう残らずすっきり飲める感じ、うんうんうん、ですよね、うん、そんな本当はね、恵子さんのこともいろいろ初登場なのでお話ししたいっていうことで、はい、食べつつ食べつつ、はい、やっていきます。はい、はい、食べきますか。まず先にやっぱり食べましょう。はい、食べましょう。すごい卵が、よ、卵、あ、本当だ、入ってます。すごいいいですね、いいですね、お家でやったことなかった。うん、私もなかった、この卵入れるのが、すごい美味しそう。いただきます。何入れたいですかって聞かれたので、うん、私お餅とチーズ、うん、はい、リクエストしちゃいました。ありがとう。私よく家では海鮮、うん、ホタテとかあとエビも入れたり、うん、シーフードミックス、うん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 、すごい使える。おいしい、うん、うん、うめー、うん、本当においしいやつですね。おいしい、おいしい、わ、いいですね。山芋だ、うん、うん、山芋入ってるからすごいふわふわ、ふわふわ、うん、すごいですね、おいしい、うんうん、うまっ、うん、食べながらチーズと、うん、はい、チーズきた、うん、うん、おいしい、おいしい。本当にこう、ただ食べて飲んだり、うん、することがドンクチャンネル多いんですけど、うん、ドンクチャンネルで、うん、あ、はい、初めてこう来た方にはどうしてドンクに入ったきっかけとか聞いてるんですけど、うんうん、あ、私はなんか旦那さんの紹介で、うん、あの旦那さんのお知り合いがカメラマンの方 で、うん、でそのカメラマンさんにとかいいところないですかねって言ったら、うんうん、そのカメラマンさんがドンクさんっていうところがあるよって、うん、教えてくれて、うん、それで所属することになりました、ね、はい、うん、で、まあ、実は、まあ、長い付き合いというのとはまたちょっとね、うん、違うんですけど、うん、お互いにドンクに恵子さんが入る前から知ってたんですよね、うん、そうなんです。実は前にね、いた東京の事務所が一緒で、うん、一緒で、全然もう恵子さんとか私からしたら大先輩。いや、全然です。ほんと落ちぶれ、いや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 、落ちぶれ役者だったのでほんとに、うんうん、そうそう、ね、ほんとに多分撮影で一緒になったのが最初でしたっけ、ドンクで。おさおちゃんとはね、はい、そう、おさおちゃんって言ってたんです。そう、おさおちゃんとは、はい、ウェディングの、そうですね、撮影、ね、はいはい、そうそうそう、一緒になって、でも本当にポージングが神的に、はい、神的に上手 で、 ないです。もうね、表現力が本当に素晴らしかったんですよ。いやいやいや、もう本当にほぼほぼほぼ女優さんが恵子さんに言われるなんて、そんな、本当にね、もうそれでずっとおさおちゃんが撮影の時はもうずっと風の方で見学して、いや、すげえと思って、そんなことない。本当に感動しました、ね。本当ですか、素晴らしかった。でも、うん、その東京にいた時は、うん、女優さんだったわけじゃないですか。うんうん、そうですね。演技の方から、ね、モデル、うん、今ってもうほとんど女優さんのお仕事というよりはモデルさんとして活動してるじゃないですか、うん、そうですね、うん、だからなんか女優でも本当に3枚目が多くって、うん、あ、結構そう、ちょっと面白い、はい、そう、役がすごい多かったので、はい、なんかそれでずっと来たから、うん、なんかモデルさんってなるとなんか、いや、私はもうちょっと厳しいんじゃないかってすごい思ってたんですけど、なんかドンクさんがすごい心優しく見てくれて、うん、本当にありがたいです。いやいやいや、でも本当にやっぱりこう女優さんだから、うん、なんか
いやもうほん、まあ、表現力褒めてくれた後に言うとあれですけど、でももちろんやっぱ表現力がすごいですし、なんかこう CM で、うん、多分恵子さんのことを CM してる方がね、うん、きっと多いと思うんですけど、うんうんうん、そうかもしれないですね、ね、なんかその時と、うん、またモデルさんの時も違うし、うん、でもちゃんとずっと恵子さんなんですよ。可愛い恵子さんがいた状態でそう CM の時の、そう、例えばお母さん役だったらお母さんだったりとか、うん、だってでブライダルとかファッションのでお仕事される時もあると思うんで、うん、その時はその時でまた違う恵子さんみたいな感じがして、うん、すごい使い分けてるところが違いますよね。いやいや照れますすごいなぁと思って、すいません、本当、うん、なんかお芝居する時とかもやっぱりなんかもう一回振り切ってやっちゃうんですよ、うん、全部おなんかもう惹かれるぐらい周りにちょっとやりすぎだよって注意されるぐらいちょっと一回やってみて、うん、でそれをやると結構自分の中でも緊張がすごいほぐれたりとか、なんかエンジンかかったりとかするので、うんうんうん、もう初めは引かれてもいいから、うん、もう振り切ってやろうっていうのが、うん、自分の中にあって、それでいつもなんかすごい変なことになっちゃうんですけど、それ現場でもですか？うん、そうですね、現場でも。でなんか監督さんに、ま、もう振り切りすぎだったら、うん、なんかいやちょっと恵子さん、うん、もう少し抑えましょうって言われるし、うん、そこはなんかね少しずつこう。うん、抑えていく方法にしていて、うん、そうなんですよ。だからなんかね、それはでも本当に全で札幌に所属してる方、うん、人たちって、うん、やっぱりこうモデルさんやってる人が圧倒的に多いんで、でそういう人たちが CM に出るっていうパターン結構多いじゃないですか。うんうん、はい、でもやっぱり演技のなんかこういろはみたいなのを、うんうん、まあ、レッスンそれぞれあるところもあるんですけど、うん、やっぱりなんかどう表現していいかっていうのは真剣にきっと私も含めて考えたことがなかったので、うん、なんかみんな見てるかって感じこうやってやるのってこれが正解かわからないんですけど、なんか自分の中では、うん、なんかそう振り切ってやると楽しいよって、うん、やっぱ照れとか、うん、あります、すごいある、うん、けどなんかその照れとか、うん、なんか羞恥心っていうのがなんか最大の敵だなって思ってて、なんかそれを排除できたらすごく表現の幅も広がるし、うん、やっぱり照れちゃうとちょっと力んじゃったりとか、うん、緊張して全然動きちっちゃくなっちゃったりとかするので、もう初めは怖くてもちょっとオーバーに、うん、はい、るっていうのがなんか、うんうん、楽しみながらお仕事をする秘訣かなと思います。すごいなんかすごいいきなりいい話聞きましたでもまあそうですね、うん、モデルの仕事もね、女優さんのお仕事もある意味演じるじゃないですか、うん、そうですよね。そうなったら、なんか私もテレビに出てる時って割と、うん、まあテレビに出てる自分だけど、うん、こう喋っていくとどうしてもこう、うん、なんていうんですか、ボロ出ちゃうっていうか、うん、から素なところもあるし、うん、みたいな、そういうこと考えるとモデルの方が、まあうん、作ってるモデル沙織をやってるみたいなところが多くて、うん、結構こうテレビの私を知ってる人からすれば、うん、あのファッションショーとかは、うん、めっちゃ格好つけちゃってじゃないですけどって言われるとちょっと照れくさいけど、うん、でもそれを出しちゃうとショーでもかっこよくできないし、そうそうそうだと思います。って思ったらなんかこう新たな自分というか、うん、もう一人の自分みたいな感じでやってる部分は確かにあるかもしれないですね。ね、そうだよね、うん、なんか演じきるじゃないけど、うん、なんかね、うんうん、そうした方がなんか自分も気持ちいいですよね、うん、そうだよね、結果的に。そうそう、うん、こんな感じがします。はい、